午後2時の JTBC ニュースルームへの出演を予告。ドラマ、キングザランドの話題性を証明。ヌーズ2023年7月6日13時57分、JTBC の土日ドラマ、キングザランドに出演中の午後2時のが、総合編成チャンネル JTBC ニュースルームに出演する。本日6日、所属事務所、JYP エンターテインメントの関係者は、ヌーズに、ジュノが JTBC ニュースルームの招待席に出演すると伝えた。ジュノは、毎回、自己最高視聴率を更新し、話題性を証明している、JTBC のドラマ、キングザランドでクォン役に扮し、熱演している。彼は4日、K コンテンツ競争力分析専門機関であるグッドデータコーポレーションの公式プラットフォームサービスであるファンデックスが公開した調査結果でドラマ出演者の話題性ランキング1位になるなどその存在感を見せつけている。キングザランドで視聴者を魅了しているジュノがニュースルームでどんな話を聞かせてくれるのか期待が高まっている。元記事配信日時、2023年7月6日8時49分記者、ハジオン。